旦那から離婚したいと言われた。結婚して3年。同い年の28歳。プロポーズされた時、条件として、専業主婦させてほしいと言った。プロポーズのタイミングが、彼の転勤の内示が出たことだったから、結婚すれば、仕事を辞めなければならない。私には、年350万ほどになる家賃収入があり、彼と同額の生活費を、そこから提供し、なおかつ、家事はすべて引き受けるので、専業主婦させてほしいって。専業主婦をしたい理由も話した。両親が仕事人間で、小学校低学年まで祖母に育てられ、それ以降は、学校から帰っても、夜7時ぐらいまで、ずっと一人で寂しかった。中学に上がってからは、母親も仕事をセーブしなくなって、出張とかもして、恥ずかしい話だけど、初潮を迎えた時も、一人で全部やった。泣いたよ。だから、自分が結婚したら、子供に寂しい思いはさせたくなかった。理由を理解してくれて、了解してくれたはずだったのに、実際、結婚生活してみると、自分だけ働いてるのがバカバカしくなったんだって。特に、結婚して、すぐにコロナ禍になって、感染に怯えながら仕事に行く自分と違って、自宅でのほほんとしてる私を見ると、ムカついてしょうがないんだって。言葉を飾らずに、はっきり、ムカつく、って言われた。ここ数ヶ月、なんか私に対して怒ってる風なのは分かってた。一日中ブスッとしてるし、話しかけても生返事だし。どうしたの？なんか私しくじったっけ？とか聞いても、何も返事がないから、私に対して怒ってるのは分かってたけど、理由が分からなかった。そういうことか。と思ったが、どう対応すればいいのか、分からなかった。コロナが収まるまで、子作りはやめとこうって話し合ってて、でも、最初は、まさかこんなに長引くとは思ってなかった。今も、いつどうなるか分からない中で、だったらと仕事を始めたとしても、中途半端になる気がする。それでも、そんなにムカつくなら、仕事を始めた方がいいのかなと思ったものの、ムカつくから離婚したい。とまで言われた以上、そこまでする意味が見出せなくて、離婚を了承した。結婚期間も短いし、貯金も大してできてなかったけど、その貯金を私がもらう代わりに、家財道具は一切合切残して、私が地元に戻るってことになった。社宅なので、夫は、このまま住むって言うから、これは、夫が望んだ分配で、金額的には、私の方が大きく損なんだけど、まあいいやって思った。いらないものをもらってもしょうがないし。で、荷物を整理してたら、突然、夫が、やっぱりやり直そう、って。ちょっと、このところ感情的になりすぎてた。冷静になったら、俺は何やってんだと思った、って。もう遅いよ。私は、もう地元に帰るつもりだから、って断った。そしたら、ずっとまとわりついて、考え直そう、ね。だって、バカにすんな。社宅で仲良くなった奥さんたちには、全部ぶちまけてある。これが仕返し。専業主婦の奥さんもたくさんいるけど、コロナで自分だけ出勤して、奥さんが家にいるなんてムカつく。なんてのが離婚理由だって聞いて、みんな呆れてた。これからずっとバカにされて、ここで暮らしていけばいい。なんでこんな男が好きだったんだろう。なんで結婚したんだろう。私のバーカ。